あ、こんにちは、グランピーです。榎本です。いやー、これマスクコードめちゃくちゃいいですそっちか今マスクコードが、ちょっと待って、残りこんだけになりました。パープルあと2名分、それとネオンピンクあと4名分ぐらい、あとは赤色スカーレットとブルーが2本とレインボーが1本、全部100本ぐらい入ったんですけど、あと20本ぐらいしかないです。ちょっと撮ります。これめちゃくちゃいい。今日エルドレッソのあの話なんですけど、その前に雑談します。もうアパレルの時はもう雑談するようにします。ですね、最近ツイッターでなんかユニクロを調べるとユニクロのジーパンがすごいいいっていうのがって書いてあって、 YouTube とかもユニクロがいいって書いてあって、ユニクロのジーパン買いました3900円。で、僕が買ったのがスリムストレートのセルビッチの34インチ買いました。これいい。しかもあのストレートよりもスリムの方がなぜかこの膝の動きが柔らかいっていう不思議な現象。そうなんですよ。今あのテラソンのジーパン3本とエビス3本ぐらい持ってるんですけど、今のところこれが一番履きやすいですまさか僕がユニクロハマると思ってなかったんですけど、すごい良かったんでそれの紹介です。で、今日はあのエルドレッソの紹介します。昨年2019年10月ぐらいにあのマッチパーカーっていう、ブラックとイエローとネイビーの3色が入ってきたんですけど、それ の, あの新しいモデルになります。ディスタンスパーカーっていうパーカーになります。これが去年あのバカ売れして、ちゃんと紹介できなかったんですけど、今回改めて紹介しようと思います。色が全部で3色あります。ネイビーと黄色とオレンジ、それと、まあ、ブラックレッド、それと僕が着てる、この一番かっこいいオレンジになります。ちょっと広島 の, あの宮島の鳥居っぽい色になってます。今宮島があの改修工事があって、あの約3年間あの鳥居が囲まれてて、あと1年半あれ見れないです。でこれ何がいいかっていうと、ちょっと着方間違ってるんですけど、ここのこの素材が気持ちいい。このこことここのこれが気持ちいい。この茶色部分が、まあ、風が入ってきづらいようにちょっと絞ってあるんですけど、もともとこれあまり防風の効果はないと思うんで、まあ、運動量が多い、それこそまあマラソンとかランニングとか自転車とかそれにすごく合う、まあ、なんていうかな、アウターじゃないけどなんかミドルレイヤー的なアウターになると思います。なんか言い方難しい。これすごいんですよ。で去年、このモデルで、オンラインショップで買われた人が多分20人ぐらいいると思うんですけど、この脇の部分、この脇あの穴が見えると思うんですけど、ここがなんかちゃんと開いてないじゃないかっていうのもあったんですけど、多分これ開いてなくて開いてるような多分こういう雰囲気のものだと思うんで、こういう雰囲気です。多分この脇からこの何かを出すための穴だと思います違うか。でフード付き、この生地がなんか柔らかいです。よくあの子供の時にこの毛布とかのラベルをこう持って寝る人いたと思うんですけど、そういう感じのなんか手触りっていうか、なんかすごいなんか落ち着く幼少期に戻れる感じ、まあ、どうでもいいです。今回からアパレルこういう感じでいこうと思います。で、中がこれ全部あの開かないです。これ、まあ、中間パンに開かない、まあ、ここでまあ空気取り入れたりとか、ここにボタンがあるんで、まあ熱くなったらこういう感じで、あのなんていうかな、体温調整します。これがすごいすごいいい、それしか言えないんですけど、あので金額が14,800円です。で裏こんな感じ。で僕はあの身長180ぐらいで最近太ったんですけど、今僕は L サイズを着てます。なんかすごいいいんです、これ軽いし。
だこれから例えばしまなみ海道行ったりとか、あ、今度はこの前しまなみ海道よく行くお客さんがグランピー来て、その人確か福山の人で、グランピーのファンの人で YouTube の、もっと飛島街道のこと言ってくれって言ったんですけど、飛島街道にも合う上になりますどうでもいいんですけどこれすごい、なんかこうこれも後ろもこうなるんで、まあ、本当はランニング用なんですけど、自転車乗っててもこうなんか上がってこないっていうか、このなんか腹巻きみたいな感じで、なんかこれがねすごいです。すごい以上言えないんですけどです。ん、あ、畳んだら小さくなるか、畳やってみます。畳んだら小さくなるかっていう今要望があって、やってみる前に実はこれポケットがこう繋がってます。こっち行こう。だからまあやめとこう、よくこうやってやったんですけど繋がってますっていう話で、畳んだら小さくなるかっていう話が今あったんで、ちょっと畳んでみます。畳んでみるけど、まあ、どう畳むかですね。あとフードの中はこのメッシュになってます。メッシュの二重構造になってます。これどうやって畳むんですか。畳むこと考えてないけど、僕的に畳んでみる。あとここのエルドレスのマークがリフレクターになってます。これがこのなんか山のなんか等高線みたいなやつ、リフレクター、夜間でも安全。畳んでみましょうか。畳んでみて、でも畳んでやつどこ入れるか、くるくる巻いて畳んで、畳んでもちっちゃくならなかったです畳まないものだと思います、これですっていう、ディスタンスパーカーが今回入ってきました。それとですね、まあ、エルドレッソといえばこの骨なんですけど、骨の T シャツ、今回はスリーブレスっていうノンスリーブのこれ、なんて言ったんですかね、が入ってきてます。まあ、これもまあランニング用ですね。腕やった時に邪魔にならないようにランニング用になります。なるんですけど、これ今さっき思ったのが、こういうのを着て、ビブショーツ履いて走ったらめちゃめちゃかっこいいと思います。この自転車を。そうそうそう。ちなみに今回はなんかストック持ってるんですけど、以前はなんか走ってる骨だったんですけど、あれは何をイメージしたかっていうと、ウサイン・ボルトのゴールシーンをイメージしたそうですみんな知らなかったでしょ僕聞きました。でブラックで、 T シャツの金額、あ、ノースリーブ T シャツが、5200円になります。どうやらこれはすごい人気すぎて、なんか購入制限かかってるようです。エルドレストさん のホームページ見たら。でもグランピーでは購入制限ないんで、ないんでってあれですけど、あるうちに買ってください、はい、という感じ。そしたら今回は、エルドレスト のディスタンスパーカー、昨年バカ売れしたパーカーが新しくなって入荷したんで、まあ、それの紹介と、あと骨の T シャツの紹介です。今グランピーはメルマガやってるんですけど、もし興味あれば登録してもらえばお得な情報も発信します。じゃあ終わります